はおはようございます。アシアサンライズレース KBC ラジオ杯予選カードは終了し、本日5日目は終盤準優勝戦です。ポイントトップ3は昨日の朝一から変わらず、船岡陽一郎、秋山直之、前田敦也の3選手。さあ今節のファイナリストはどんなメンバーとなりますか。たくさんのご声援をお願いします。サンライズ V 戦一般戦の第1レースです。1号艇大阪の西村あゆみ、2号艇兵庫の松下直也、3号艇愛知の川原亮、4号艇兵庫の大森翼、5号艇福岡の浦部和馬、6号艇東京の阿波克也、今1号艇西村あゆみ、今節8名の女子レーサーが参戦し、2名が予選突破、そのうちの1人です。2コース2号艇の松下直也、3コース3号艇の川原亮、角4コースに4号艇の大森翼、5コース地元5号艇浦部和馬、大外は今日もチルト3度の6号艇阿波克也、1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。サンライズ V 戦の第1レース、1番3番6番といいスタート。1マーク逃げる1号艇の西村由美、大外からまくっていった6号艇の阿波克也、6号艇の阿波が主導権奪いました。スタートは前提正常でした。先頭は6号艇の阿波克也、2番手は1番と2番が並走で2マーク、トップで6号艇の阿波折り返します。2番手2号艇の松下が回って、4番くるっと打ち運ぶ、1番ちょっと行き場がなかった、2番手は2号艇松下と4号艇大森の競り合いと変わってレースは2周目に入りました。先頭は6号艇阿波克也が向こう正面です。2番手の競り合い、4号艇の大森翼が回る、そのままリードを奪う4号艇大森翼が単独の2番手、2号艇の松下直也3番手、体型が6番4番2番となっています。2番からホーム側、トップは6号艇の阿波克也、大外からまくってます。そして2番手4号艇の大森翼、3番手2号艇の松下直也、上位3艇は6番4番2番、レースは最終周回です。後続が3号艇川原亮、5号艇浦部和馬、1号艇西村あゆみ、最後のバック先頭は6号艇の阿波克也、2番手に4号艇の大森翼、そして3番手が2号艇の松下直也、上位3艇は6番4番2番64フター。この決着3連単のオッズは 315.9 倍。最終コーナー先頭は6号艇の阿波克也、今日はこの後は第6レース、2番手4号艇大森翼、3番手2号艇松下直也でゴール。先頭6番ゴーリン、4番ゴーリン、2番ゴーリン、1番3番5番ゴーリン、以上全艇ゴールインしました。